皆さんこんにちは、マサワカツバサです。骨折しました。声聞こえてるかな。今私はロスにいるんですけど、ロスから帰る日に階段から落ちてしまって、後ろの仙骨の方を骨折してしまいました。で、1時間くらいその場から動けなくて、救急車を呼んでもらいまして、で、病院に行きました。最初は救急車呼ぶと結構お金が高いって聞いてたので、呼んでいいかわからないし、呼び方とかもわからなくて、どうしたらいいかわからなくて、結構1時間ぐらいその場で寝てたというか倒れてたんですけど、その時の写真も後々笑えるように撮ったんで、それがこちらです。ちょっと死体みたいになってるんですけど、これが倒れてた時の写真です。こうやって今動画撮ってんのも、後々笑い話になったらいいなって思って、せっかくなら撮っといた方がいいんじゃないのって住んでる方たちに言ってもらったので、今撮ってます。で、そこから救急車で運ばれて、骨折してるってことが分かったので、飛行機に乗って日本に帰れないような、診断を受けたので、知り合いのファミリーのお家に今も住まわせてもらってます。で、毎日ずっと寝たきりで、介護してもらってます。今こうやってね、一見元気そうにこう立ってるんですけど、立つことはできます。立ってゆっくり歩くことは時間に限りがありで、はい、できます。今この動画撮り終わったらまたすぐ寝るんですけど、あと基本は車椅子で生活をしています。すごーい。最悪これに捕まるか、動画です。初めて。アメリカすごい。日本ないんですか？あります？あるんじゃない？ちなみに15分前で来るんですもんね。病院ですか？Tell her also when I drive, I have two handles. See what she can hold. Okay. だよね、何が大変、座ることが本当できなくて、お尻の穴のところ、仙骨なんでのところがすごい神経がピリピリってすごい痛くて、簡単に言うとお尻の穴に針を入れられる感じぐらいすごい痛くて、トイレとかも結構痛いです。で、薬、痛み止めがないとほとんど眠れない状態で、最初2、3日ぐらいは20時間ぐらいずっと寝てました。今こっちは朝なんですけど、起きれたりするようになって、こうやってなんかちょっとベランダ出たりとかはちょっとできるようになりました。でも基本すぐ疲れちゃうんで、ベッドで寝てます。
きました。インスタに日記を最初に書くようになって、なんか自分の記憶を忘れないようにちょっといろいろ書いてます。かなり痛いし、痛みは出産ぐらい痛いです。出産思い出しました。本当に何とも言えない痛さで、経験したことある方だったら分かるかもしれないんですけど、その痛いです。で、2週間経ったんですけど、まだ全然変わらず痛いです。で、とにかく今は飛行機に座席に座らないといけないんで、それがまだできないので、座席に座れるようになったら日本に帰ってまた治療したいと思います。だけど、まあ、基本は、まあ、寝たきりでお風呂も入れないんで、見てください、このこちらが4日お風呂に入ってない状態の髪の毛です。こんな感じでね、YouTube 撮るとは思わなかったんですけど、はい、これが意外と、なんかもはやいい感じ、なんかセットしたみたいになってる。意外とやっていけるんだなって思って、シートで拭いてもらったりとかしてます。今何してるんですか？ちょっとなんかペットのブラッシングのような感覚にドライシャンプーです。ドライシャンプー、シャンプーをしております。お風呂にまだ入っちゃダメっていうか体勢がちょっと座れないので、この体勢になってます。そういう感じで、この、はい、縦に座れない本当に毎日シップ張り替えてもらったりとか、飲み物持ってきてもらったり、なんかご飯を作ってもらったりとか、本当になんかお世話になりっぱなしで、一番人生でなんかぐうたらしてる毎日です。すごい本当に感謝してます、皆さん。というわけで、日本でのお仕事をほぼ収録とかは全部ストップしてしまって、本当にご迷惑かけても申し訳ありません。早く治って復帰したいです。なので、またお仕事戻ったら呼んでください。車椅子でもし行けるぐらいになったら、車椅子でお仕事行く可能性もあるんで、その時はよろしくお願いします。でもなんか、ネガティブっていうよりはすごい貴重な経験だなって思っていて、そんな車椅子に乗れることもね、なかったですし、何が不便とかすごい自分の中で分かったりしたんで、意外と人生どうにかなってるというか、世の中は回ってるなってやっぱすごい実感したんで、なんか肩の荷は下りるというか、こんなに休んだこと人生で初めてだったんで、すごいなんか、なんだろうな、みんなの LINE とかコメントとか、なんかすごい優しい言葉見て、なんか不安だったんですけど、ほっとしてる自分もいます。皆さんも本当に階段気をつけてください。あと余談なんですけど、私ミレーナを入れて1年経つんですけど、ちょうどアメリカ期間で生理になってしまって、でもほぼ出血がなくて、で多分これ普通に生理だったら本当に痛すぎて、あと末期も変えたりとかできないですし、本当に危なかったなって思うので、ミレーナを入れてよかったなって改めて仙骨を骨折して感じました。ミレーナはまた1年経ったので、また検診とか行ったらまた改めて動画にしたいと思います。とにかく私はミレーナ入れてよかったなって思う出来事でした。しばらくなかなか更新が不定期になってしまうと思うんですけど、他の動画とか見て待っててくれたら嬉しいです。というわけで、しばらくは休業してますけど、私のことを忘れないでください。そんな感じで、今まだちょっとみんな寝てるんで、声聞き取りにくかったら、すいません。鳥の声がすごい。はい、そんな感じで、皆さん気をつけてください。以上、マスワカツミサでした。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら、チャンネル登録とグッドボタン押してね。